ペットショップストーリー、林真理子。朗読、花子です。およちよち、クリネちゃん、シャンプーしてもらったんでちゅか。よかったでちゅね中山恵子は、私の腕の中のマルチーズに頬ずりをし、そして自分の胸にゆっくりと移した。 その仕草があまりにも自然なので、彼女に子供がいるという噂は本当なのかもしれないと、ふと思う。この昔ながらの住宅地の中、ペットショップ、ミルキーウェイの建物は、少々悪目立ちする白いモルタルだ。ショーウィンドウにテリアと子猫の漫画が描かれている。 その隣にはショップの2倍ほどの間口で動物病院と美容院を兼ねた中山ペットホスピタルだ。ということは生命からして稽古が病院の演者だということは間違いがない。しかし彼女は独身だといい。五十絡みの動物病院院長にはいつも受付に立つ妻がいた。 これも人々の推測であるが、稽古は先代の院長の娘らしい。一度若い時に結婚に失敗し、子供はあちらに渡してきたというのだ。いわゆる、出戻りとなった彼女の生活が立ち行くように、家族が相談し、病院の一角にペットショップを併設したというのが、まあ、それほど外れてはいないところだろう。 しかし、動物病院とペットショップとの間には、奇妙なよそよそしさがある。例えば、ショップで売られている犬の首輪やキャットフードは、種類は少ないものの、病院の受付で買うことができる。病院の医者やトリマーたちが、ペットショップの店先にいるのを見たこともないし、その反対もない。このあたりは、 犬や猫を飼うものが多く、病院の待合室は深刻そうにバスケットを抱えた主たちで席の確保が難しいぐらいだ。しかし、稽古の方のペットショップが繁盛している様子はない。そりゃそうよ。うちなんかは人が押しかけて買いに来るようなものは売っていないもの。ゆっくりのんびりやっていけばいいのよ。 そんなことを言う稽古は大抵ガラスケースのそばに立って道行く人たちを眺めていたりそうでなかったら奥の小さなテーブルの前で茶をすすっているここで売られている子犬や子猫さえも布の箱の中でまるでぬいぐるみのようにこんこんと眠り続けているのだしかし 彼女には不思議な嗅覚があり、常連の客たちが隣の病院へ立ち寄ったのを素早く察知する。今日も私はマルチーズの手入れを済ましてきたばかりなのであるが、病院の自動ドアを出てロ六歩行きかけたら、そこに満面笑みをた,たえた稽古が待ち受けていたというわけだ。まあ、クリネちゃん、なんて可愛くなったんでちょ。 シャンプーをしてもらったんじつね。いいでちゅんね。稽古はそれが当然というふうに私の手から犬を抱き取る。ぷっくりと太った彼女の胸も腕も柔らかく、その中に白い丸チーズはすっぽりと収まった。家族のもの以外には決して懐かない犬なのに、小さく押さえ振る。 そして私は、私の犬を抱いた稽古に先導され、奥のテーブルに着かなくてはならなくなるのだ。彼女はひとしきり犬に話しかけた後、私に茶をすすめ、大人の人間の言葉で話しかけた。それで、お母様のお加減はいかがなのかしらええ、おかげさまで、 咳込むのも暖かくなったらだいぶ良くなりました。入院ってことになるかもしれないって心配してたんですけどもね。なんとかなりそうです。それは良かったわ。寒さが年寄りには一番答えますもの。ああ、良かったわ。おばあちゃまがご病気だと、クリネちゃんも困っちゃいますものね。良かったでちゅね。 稽古は床に下ろしたマルチーズにまた幼児語で話しかける。稽古はもう五十に手が届くだろうか。しかし、太り自死で肌が美しく張っているのと色が白いのとで年齢よりもかなり若く見えた。細い目に巧みにアイラインを入れているのも洒落ている。上質のカシミエのセーターの好みは この辺りの女たちに共通なものだ。その胸元を飾る小さな猫たちがじゃれ合っているシルバーのネックレスは確かに見覚えがあり、それが私を立ち去りがたくしている原因であった。私はここから歩いて帰れるほどのところで自宅の一角を改造して小さな店を経営している。 輸入物のアクセサリーや食器を扱っている店だ。その猫の飾りのついたネックレスは、昨年私が稽古に売ったものである。いかにもペットショップの主らしく、彼女は動物をあしらったアクセサリーに目がない。英国製のそれはかなりの値段がしていたが、稽古は子供投げに買ったはずだ。 私の視線に気づいたのか、稽古は上目遣いで微笑む。中年の女にはふさわしくない、甘い、おどけた笑いだ。ああ、これでしょ。とっても気に入っているのよ。お店に来る人にも褒められるわ。ネックレスに手をやった。手もやはり白くぽってりと脂肪が乗っている。 内田さんのところってセンスのいいものばっかりなんですもの。何でも欲しくなるわ。やっぱりね、プロの有名なヘアメイクをしていた人は違うわ。ああ、またか。と私はうんざりした気分になる。長いことメイキャップアーティストとして働いていた私が家に帰ってきたのは 今から八年前のことだ。一人暮らしをしていた母親が七十歳を過ぎ、誰かが面倒を見なくてはならなくなった。塔に嫁いでいた妹は、私が母の世話をすることを条件に、自分の相続分を放棄してくれたので、家の応接間と次の部屋を潰して十坪足らずの店を作った。 昔の仲間のつてで自分が買い付けに行かなくても売れ筋の品物が入る。この辺りの奥さん連中ばかりだけではなく、最近は車を使って来てくれる客もいて、老婆と中年女の二人暮らしも何とかやっていける。などということを稽古はとうに知っているのだ。 稽古は犬や猫をあやしながら、さりげなく飼い主から話を聞き出すのが大層うまい。私は知らず知らずのうちに、いくつかのことを喋っていたらしいのだ。人間を扱う医者や看護師たちは、患者の秘密を守ることになっている。それは建前だという者も,もいるが、一応そういう取り決めになっている。 ところが、犬や猫たちを扱う人たちに、そのルールはない。ということは、最近私が知ったことの一つだ。患者は口のきけない動物たちだが、犬を撫でる手から、猫を串削るブラシから、たやすくその飼い主たちの秘密は、漏れていくのだ。 稽古はその近隣の動物を飼う女たちのことにとても詳しい。自分自身のことも密かに取り沙汰されているのであるが、彼女はそのことにはまるで気づかぬように、ぽってりとした唇を無邪気に尖らせる。ねえ、高木さんのお嬢さんのことだけれどね高木さんと言われても、私はすぐにはわからない。 三丁目のあの大きな家のシーズーを二匹飼っている奥さんと言われて合点した。親子の犬を連れたその女と私は時々公園で立ち話をすることがある。年齢も私と同じ四十半ばといったところだろうか。朝の散歩の途中だから彼女はいつもジーンズに化粧気のない顔であるが、 大層な美人だということはすぐに分かった。少したるみ始めた大きな目が悲しげに見えるのも良い風情だ。時々背の高い少女を連れてくる時もある。彼女は母親の半分も美しくない。最近の若い子に特徴的な細い顎が意地悪げな表情であるが、動物は嫌いではないらしく、 私の犬には話しかける。このワンちゃんはね、クリネっていうのよ。愛想の良い母親が、私と娘とを取りなすように言ったものだ。ふーん、どうしてそんな名前なのあのね、もらわれてきた時、寂しかったらしくって、ずっとクリネックスの箱にしがみついていたのよ。だからクリネっていうの。 犬を連れた者たちの会話は常に足元を見ながらなされる。だから私は少女のことをそれほど詳しく記憶しているわけではないが、彼女が一体どうしたというのだろうか。それがね、学園に合格したのよ。それも外からはほとんど合格しないっていう後頭部に。 稽古はさも重大なことを打ち明けるように喋った後、鼻を鳴らした。学園というのは近くの名門校である。大学までエスカレーター式に進めるので、最近偏差値が高まる一方の学校だ。あら、それはよかったわね。私は稽古の入れてくれた茶を一口すする。彼女はテーブルの上に、 コード付きのポットを置いているので、その日本茶は大層熱い。そして私は期待し、じっと息を潜めている。彼女の噂話が、そこで終わるわけがないということを知っているからだ。だって、高木さんは、おめかけさんをしているんですもの。あの人はね、昔。 銀座のホステスさんだったのよ。あら、そうだったの。私は女がこういう時誰でもそうするように、小首をかしげて、かすかに、ふーんー、とつぶやいてみる。それほど驚いていないというプライドを表すのと、他に喋らないわという約束と同時にしているのだ。稽古の言葉遣いは次第に親しげに、ということは、 存在になる。でもね、高木さん、私以外の人にはそのことを決して言わないのよ。ご近所の人には、離婚して、医者料をかなりの額もらったっていうことにしているみたい。でもね、私なんかから見れば、大きな家も建ててもらって、将来のこともきちんとしてもらって、なんていいんでしょって思ってたけど、あのお嬢さん、 もちろん席を入れてもらってないのよ。つまり、私生児なのよね。こんなどぎつい言葉を、稽古ほど優しげに発音する女を、初めて見た。年よりも派手なピンク色の口紅は、色白の稽古によく似合って、どれほど顔を近づけられても、そこからは、口臭も悪意も漂わない。 でもね、市生児でもあそこの学校に入学させるなんてすごいと思わないこと高木さんはね、それだけはおっしゃらないけど、どうも旦那さんっていうのは、有名な政治家だと思うのよ、私。でも、そんな人が、こんな静かな場所に通ってきたら、すぐに知られてしまうでしょうに。だから、それなのよ。 稽古は片手を手招きするように動かした。インディアン風の指輪がキラリと光る。彼女は時々、ちぐはぐなアクセサリーをするときがある。高木さんがあの豪邸を建てて引っ越してきたのは三年前よ。だけどもね、お嬢さんと二人きりでひっそり暮らしてらして、男の人が来ている気配はないわ。私ね、どうも、うん。 と年寄りの大物の政治家だと思うの。病院のベッドでいろんな采配ができるぐらいの人よ。そして稽古は何人かの名前を候補として挙げた。店の中には週刊誌一冊置いてあるわけでもないのに、稽古は政治の動向をよく知っていた。こういう店をしているとね、いろんな人がいらして。 いろんな話をしてくれるから、たっぷり耳学問ができるわ。今度は、二丁目に住んでいる女の名を口にする。彼女は、衆議院議員を長く務め、大臣経験もあった男の未亡人だ。それはそれは見事なゴールデンリトリーバーを飼っていて、毎朝それを散歩させているが、六十代の彼女が、 犬に引きずられている様子はない。胸を張り、にこやかに挨拶を交わす彼女の姿には、あたりを払う威厳があった。女主人も、飼い犬も、このあたりの名士と言ってもよい。あの奥様は、今でも政治家連中に睨みが効くのね。昔は、うちの落ち葉履きに来てた連中が、 テレビの討論会で大きな口叩くのはおかしいっていつも言ってるのよ。でもね、あの奥様もいろいろ大変なのよ。こっくりとまず自分で頷いた。一人娘のお婿さんとうまくいってらっしゃらないのよ。海外不妊じゃないのよ。仲が悪いから都内で別居なのよ。でもね、 気丈な方だから、ちっともそんなそぶりを見せないの。大したものよね。稽古はほんの少々、故障のように、賞賛の言葉を最後に振りかける。それですべて帳消しになると思っているのかもしれないが、確かにかなりの効果はある。この頃彼女の関心の的は、 この町内出身の女優についてだ。子供の頃からよく知っている娘がテレビで見ない日はないと言われるほどの人気者になったのだから、稽古は得意でたまらない。彼女にしては珍しく同じ話を何回も繰り返す。みちこちゃんは、みちこというのがその女優の本名である。 昔からうちのウィンドウ、そりゃあ熱心に見ていたのよ。どうしても犬を飼いたいんだけど、ママがダメだって言うから飼えないんだって言うのよ。幼い時から人が振り返るほど背が高く美しかった彼女は、中学生になった途端、スカウトされてモデルになった。その時のギャラで真っ先に稽古のところから、 ポメラニアンを買ったのだ。そこまでもう私は空で言うことができる。しかしこれから先は、稽古でなくては、やはりできない観察と解説だ。みちこちゃんはこの町の生まれだから、お嬢様っていうことになってるけど、それはちょっと違うのよ。だって、あの子のうちは借家だったのよ。 あの頃お父さんは失業中でお母さんが給食センターで働いていたんですもの。あの子がデビューした頃はどこかに勤めてたけれど、決して裕福なサラリーマンの家庭に育ちなんてことないわ。でもね、大したものじゃないの。娘の稼ぎで家をちゃんと建てたんですもの。あそこは借家のはずだったのに、きっとみちこちゃんが土地も買ってあげたのね。 本当にあの子はいい子なの。とっても親孝行なのよ。私は決して潔癖な女ではなかったので、稽古の口からこうして次々と語られる噂話を、嫌をしたりはしない。うまい関東誌を投げかけたりもする。けれど頃合いを見計らって、犬を抱き上げる分別ぐらいは、私にもあった。 すっかり長居をしちゃって、留守番の者がそろそろ帰る時間なので失礼するわ。まあまあ、すっかりお引き止めして。と、稽古もこの辺りに住む女の作法通り立ち上がる。留守番の方って、あの、お店の方の人ね。ええ、この頃パートで来てくれる人。あらそう。私はまた、お母様についている方かと思ったわ。 それならいいんだけれど、お大事になさってね、お母様。私は母のことを稽古が知っているのではないかと一瞬ひやりとする。最近母の行動に初期の老人性地方の症状が現れているのだ。まだ深刻なところまで行っていないが、いずれ覚悟をしなくてはいけないと、 今朝も妹と話し合ったところだ。もっと用心深くならなくてはならない。自分の抱いている犬に頬ずりされ、熱い茶を振る舞われているうちに、私も知らず知らずのうちに、いくつかのことを話してしまうらしい。私は他人の噂話を聞く謝礼として、自分の秘密を明かす気はまるでなかった。 じゃ、クリネちゃん、またいらっちゃいね。じゃね、バイバイ、きっと来てね。稽古は私の犬の前足をつかみ、手を振るように左右に動かす。それを嫌がらずにさせる犬を一瞬つねりたいと思った。8歳のクリネは人間でいうと、 中年から初老にかかったというところらしい。マルチーズはすぐ耳の病気にかかる。この間からじくじくと湿めっぽいと母が私に訴える。この間病院に連れて行ったばかりよ。薬を塗っているから平気だってば。忙しくて取り合わなかったのがいけなかったらしい。昼食を取りに今に行ったら母が涙ぐんでいた。 この頃、私の口調がとても荒くて怖いと、母は怯えたように泣くことがある。それも、母の老いの異常さの一つなのだ。私は、ひしひしと近づいてくる修羅場を思う。この母が狂い出したりしたら、一体どうなるのだろうか。息子二人を例の、 学園に入学させた妹は、それこそ、エゴイズムの塊のようになっている。財産相続放棄の件を持ち出して、母の面倒を拒否するに違いない。相続を放棄させたと言っても、それは家屋に関してのことで、父が残してくれた預金や株で、妹にはそれなりの配慮をしたつもりだ。 しかしそんなことが通じるような相手ではない。子育ての最中の女が、その幸福を守るために、どれほど強く、どれほどずるくなるかを、私は過去の経験で知っていた。とにかく病院へ連れて行くわよ。そうすりゃいいんでしょ私は、 泣き続ける母の肩に触れることもできず、ふてくされたように言って家を出た。少しどんよりとした天気だった。私は犬を病院へ連れて行くとき、バスケットは使わず、紐をつけて歩く。表通りではなく、遊歩道を歩くコースは朝の散歩道に近い。肉眼ではっきりわかるほど、つぼみが赤く膨らんでいた。 この辺りは桜の名所となる。と言っても住宅地のささやかな名所は酒盛りをするなどということもなく静かなものだがピンク色のトンネルの下はこの辺りにこれほど人がいたのかと驚くほど散歩するものが増える。私は橋を渡りゴルフ練習場の脇を通って表通りに出た。 こうすると、稽古の店の前を通らずに、病院の前に立つことができるのだ。それほどまでして彼女を避ける必要もないのだが、老いた母と口争いをして家を出てきた時に、やはり彼女からにんまりと笑いかけられたくないと思った。しかしやはり気になり、私は彼女の店の方を眺める。 その前に一匹のちゃうちゃう犬と一人の女が立っていた。彼女もまた稽古に捕まっているのかとくすりと笑ってドアに手をかけた。低い機械音がしばらく続いた。私は中に足を踏み入れず、ほうけたように 女の横顔を見つめていた。石黒久子に似ている。久子の鼻は特徴があり、まるで整形手術をしたかのようにツンと上を向いていた。今そこにいる中年女の鼻もその通りだ。笑った。薄い唇が まくれ上がるようになるのもそっくりと同じだ。この女は、石黒久子なのか。しかし、そんな偶然がたやすく起こるはずはないと、私の中で打ち消す声が響く。彼女は、横浜の郊外に住んでいたはずではないか。それに、そこに立つ女は、 あまりにも歳を取りすぎている。十年前、三十四歳だった彼女は、計算せずとも、私より一つ若いはずだ。しかし、犬を引いた女の髪は、半分以上白くなっている。耳のあたりの白髪が、まだ肌を刺す早春の風に揺れているのが、女を一層、老けてみせた。 ひさこなのだろうか。私はさらに目を凝らす。幸いなことに、病院の前は植え込みになっているので、体を深く軒に寄せると、あちら側からこちらは見えない。クリネが不審げに二三度低く泣いた。私は靴の先で犬を制しながら、女の横顔を観察する。 次第に不安になってきた。かつて空想の中で、数十回も殺害しようとした久子と、私とは、たった一回しか会っていないのだから。その時、彼女の犬が女主人の長話に飽きたのか、下半身を大きくうねらせ、 地面にいきなり座り込んだ。毛づやの悪さはここからでもよくわかる。黒ずんだ茶色の毛玉がどさりという感じでさらに大きな塊となった。これほどたくさんの毛が密集しているというのに女主人と同じように寒々と風に揺れている。そして私の背中が震えたのは 風のせいではない。チャウチャウ犬は13、十三、四年前に流行した犬だ。そして私は、久子の夫、領事の言葉を思い出した。今度うちでチャウチャウ犬を買ったんだってさ、CM を見ていて子供がどうしても欲しがったんだそうだ。 間違いないという叫びと、いや、そんなことが起こるはずがないというつぶやきが同時に私の中を駆け巡り、私は息もできなくなる。そのままドアにもたりかかったら、また機械音が聞こえた。ちょっとあなた。同時に、藤色のカーディガンが目の前に立った。入るなら入ってきてくださいよ。さっきから自動ドアが開いたり閉まったり。 風が入ってきて迷惑してるんですよ。私は後ずさりをしてドアから離れ、そしてもっと大きなものから離れなくてはいけないという思いで走った。途中で左手に何度も抵抗が起こったのは、おそらくクリネがぐずり、私がそれを引きずって走ったためだろう。遊歩道のところまで来て、やっと普通の呼吸と思考が戻った。 それほど走ったわけでもないのに、私はぜいぜいと荒い息をした。すると、吐き気がこみ上げてきた。が、吐くはずはない。大人というのは、滅多に吐かないものだ。ただ、用心のために、私は首を前に突き出し、中指で唇を押さえた。クリネが、うっと低くなる。 静かにするのよ。私は睨みつけ、靴のつま先で彼の背を軽く蹴った。柔らかい毛の感触が先ほどのちゃうちゃう剣を思い出させ、苦いものが本当に喉のすぐ下までこみ上げてきた。次の日、 稽古の店に行く時間帯を、私は、どれほど考えたことだろう。午前中だと、彼女の店にいる若い女店員が、掃除をしたり電話をかけたりと、あれこれ立ち働いている。なぜか彼女が姿を消す午後の時間帯でも、あまりにも早く行くと、小型犬をシャンプーさせた帰りの女たちが、 稽古と奥のテーブルにいる確率が高い。そうかと言って、今度は遅く行くと、学校帰りの女学生が店のウィンドウの前に立ち、売り物の犬や猫を眺めている時間に当たる。考えてみると、あれほど暇に見える稽古の店であったが、立ち入った話をするのは非常に難しいのだ。いや、 立ち入った話をするという認識は私だけで、稽古にはあくまでもちょっとした立ち話をしに来たという印象を与えなければならなかった。それも難しいことだ。恐ろしく勘のいい彼女は他の女のことを尋ねようものならば、直ちにたくさんのことを嗅ぎ取ってしまうだろう。ああした女を相手に演技するのは、 私にとって苦手この上ないことだ。あれこれ思案した挙句、私はクリネを連れて行くことにした。考えてみると、犬を抱くことなしに、私は彼女の店に出かけたことがない。元気でちかきれいきれいになりましたね。彼女が犬に投げかける用事を抜きで、 会話が始まったこともない。一匹の犬や猫は彼女と普通の女たちとの間に交わされる入場券のようなものであり、滑らかさのための油のようなものでもある。そもそもこの町の女の一体誰が犬や猫なしで稽古と会ったことがあるだろうか。 クリネは昨日からとても機嫌が悪い。私から突然蹴られた上に、ろくにかまってもらえないからだ。案の定、稽古はすぐにそのことを察した。まあ、クリネちゃん、どうしたんでちゅかそんなおっかないお顔して。さ、おばあちゃまに抱っこされていい子になりまちょ。 一匹の白いふさふさとした毛を持つ犬は、まるで贈り物のように稽古の手に渡った。最初はぐずっていたクリネであるが、やがてうっとりと目を閉じた。稽古の豊かな胸の間には、眠り薬でも仕掛けられているのだろうか。クリネは母や私に抱かれるよりも、心地よさげに、 目を閉じる。犬にもまつげはあり、白いそれが時々上下するのは、こちらの様子をうかがっているからだ。寝たましさよりも、犬畜生という言葉が不意に浮かんだ。稽古はまず口早に、例の女優について語り始めた。彼女には、どうやら秘密の恋人がいるらしい。 そのため、家の周りを雑誌社のカメラマンが徘徊しているというのだ。みちこちゃんのお母さんがうちに来てこぼしていくのよ。ゴミを出すこともできやしないってね。でも、驚くじゃないの。ああいう人たちって恋人と家で会うのよ。あら、家族ぐるみのお付き合いでいいじゃありませんか空空ら,らしいことを言うと自分でも思った。 私も昔女優や歌手と言われる女たちの髪や顔をいじっていたからわかる。彼女たちは自宅を密会の場に使うのだ。泊まっていく男たちのために酒を整え、魚を料理するのは女の親たちだった。彼らはマネージャーや運転手となり、スターとなった娘たちにまとわりついている。 自分の父も母も兄弟も彼女にとっては常時の床の用意を命ずるものに過ぎないのだ。あの頃、私も稽古と同じように何と多くの秘密を手に入れたことだろうか。稽古にとっての犬や猫と同じ役割を果たしたのが私の場合、ブラシや パフであった。狭いメイクルームの中、素顔の女たちはすっかり私に髪や体を預け、ひそひそ話をしたものだ。私は彼女たちの肌にファンデーションを重ねながら、昨夜の秘密の名残を指で耳で聞いた。しかしそれはもう遠い日のことだ。 今の私が知りたいのは、大スターの秘密ではなく、昨日垣間見た、中年女の過去なのである。ねえ、ケイさん。昨日ここに、大きな、ちゃうちゃう犬がいたわね。ああ、高橋さんのところのワンちゃんね。あの女は、高橋というのか。石黒とは違う。 私は安土のあまり息を吐きかけたが、それをすぐに止めた。ヒサコは離婚したのだから、性が変わっているのは当たり前ではないか。女の名前が違うことなど、彼女がヒサコでない理由にはならない。私は推理の刃をあの犬に向けた。 この辺りで、チャウチャウ犬を見るのは珍しいわ。昔はみんな競って勝ったものだけれど。犬にも流行があってね。なんだかやたら、チャウチャウが好かれたことがあるのよ。でもね、あれは頭体が大きいし、食費もかかる。そのくせ、中国では食用にしていたぐらいだから、頭が悪いわ。一時期保健所に、 ちゃうちゃう剣がいっぱい集まったって言うわよ。この間のシベリアンハスキーと同じかしら。ケイコは残酷なことをさらりと口にする。あのちゃうちゃう、とても年寄りに見えたけど、いくつくらいかしらそうね。そんなにじっくり見なかったけど、10歳くらいかしらね。 毛が元気なかったし、目がしょぼしょぼしていたわ。十歳以上のちゃうちゃう犬というと、やはり、あの犬と符合する。私は不安のあまり早口になった。ねえ、あの高橋さんってどこに住んでいる方なのつい最近、六丁目に引っ越していらしたみたいよ。いい動物病院があってよかったって、昨日言ってらしたけど。 引っ越しという言葉は私に恐怖をもたらした。そんなことがあっていいはずはない。私にあれほどの苦しみを与えた女が近所に住むなどということが起こるはずはない。着ているものもそう悪くなかったわ。六丁目と言っても公園寄りの方でしょそうでなかったらあんな大型犬を買えるはずはないし。 六丁目は、駅に近く、古くからのアパートと新興の高級住宅地が入り組んでいるところだ。稽古のいつもながらの観察力は、私から自生死を一気に奪ってしまった。あの、稽古さん、お願いがあるの。私はもう、のんきに犬の話などしていられない。あの奥さんのフルネームを知りたいの。 実はね、あの奥さん、私の知っている人にそっくりなんだけど、離婚しているらしいから、単純に声をかけられないのよ。私の言い訳は、彼女の甘い声ですぐに中断された。なんだ、そんな簡単なこと稽古は似たりと笑った。 こうした依頼をされるのが嬉しくてたまらないように、小じわが一斉に縁を描く。よくある話よ。よくある話。このあたりもね、バブルのおかげで随分人の入れ替えがあったもの。そりゃ、いろんな人が来るわ。最近家を建てたり引っ越してくる人は、大抵、訳ありよ。 分けありという水商売の女が使うような言葉を、稽古は生き生きと舌に乗せるのであった。そしてその分けありという言葉は、何度私の夜の闇の中に出てきたことだろうか。もうとうに忘れていたと思っていた記憶の断片が集合し、塊となり、 色を持ち、奉公する。どうやら私は、うなされていたらしい。名前を呼ぶ母の声で目を覚ました。少し疲れすぎているんじゃないの紅茶でも入れてきてあげようか今夜の母は、頭も口調もしっかりと冴えていて、私の肩にカーディガンをかけようとする。 はあ、いいわ。ちょっとウイスキーをお湯で割って飲むから。ああ、自分でします。女がお酒を飲まなきゃ寝つけないようになったらおしまいだから。まったくあんたはだんだん男みたいになっていく。母は背を丸めて部屋を出て行った。この家こそ、訳ありでなくて、なんだろうかと私は低く笑った。 言動がおかしくなり始めた母親とハイミスが二人で住んでいる。娘は結婚していた様子もなく、しかも都心で派手な仕事に就いていたらしい。訳あり。訳あり。と、どこかで囁ささく声がする。それを言いふらしているのは、 稽古なのだろうかそれとも、店にナプキンリングやブローチを買いに来る、近くの女たちなのだろうかまあ、クリネちゃん、いつも元気でちゅね。まあ、いいかいいか。今日のクリネはひどく興奮していて、稽古を見るなり肩に飛びつき、 頬を密でもかかっているかのように舐め始めた。明らかに、私への当てつけだろう。この五日間というもの、私はほとんど相手をしてやらなかったのだから。<laughs> クリネちゃんたら、やんちゃさんですね。身をよじって、稽古は犬の愛部から逃れようとする。彼女ののけぞった首に、 深い横じわがあり、栗ネはそこにも舌をはわせようとしていた。そういえば、あのちゃうちゃう犬の高橋さんのこと、わかったわ。ふと思い出したように稽古は言ったが、これはいかにも不自然だった。なぜなら注文の飲み取り子が入ったから、それを取りに気がてら、店に寄ってくれと、彼女から電話があったのだ。 あの女のことを話すのだという了解は、彼女にも私にもあったはずだ。ところが、稽古はたった今思いついたのだという風うに、目を空に漂わせる。が、唇はクリネに向けられたままだ。あの奥さん、高橋久子さんっていうのよ。 昨日、お得意様メモを書いてもらって分かったの。5年前に再婚してね、すっごい高年齢出産で3人目の子供を産んだんですって。そのお子さんを学園に入れるんで引っ越してきたみたいよ。あら、どうしたのどうしたのまぶたの奥で熱いものがいくつもいくつも爆発している。 私は、激しく声を上げて泣いていた。あのひさこが、私の近くに来ている。しかも幸せになって、こんなことがあるだろうか。ひさこは、私よりも、はるかに不幸にならなくてはならない。そうでなくては、 この私が救われるはずはないのだ。七十年代から八十年代にかけてのあの祭りのような日々を人に説明するのは難しいと思う。私は東京の一番華やかな場所でウキウキと忙しい日々を送っていた。親から散々反対されていた ヘアメイキャップアーティストという仕事も、その頃は十分に認知されていて、金も面白いように入った。有名女優やタレントから名指しで仕事が入るようになり、あちらのスタジオ、こちらの雑誌社と私は真っ赤なジャガーで走り回っていたものだ。仕事の後は仲間と酒を飲み、時々は勉強と称してパリへ出かけたりもした。 当時の私のたった一つの悩みは、同棲していた男の妻が、なかなか席を抜いてくれないということだった。異地になっているんだ。君に嫉妬してるのさ。自分は専業主婦で、子供以外何もないのに、あの人は売れっ子のキャリアウーマンで、あんなにたくさんのものを持っている。それ以上、何を望むのかって言ってるんだ。 時々話し合いに帰る石黒領事は、そう言ってため息をついたものだ。とは言うものの、私たちは、八年間も一緒に暮らし、周りの人たちからは、完全な夫婦として偶せられていた。都会的でおしゃれな夫婦として、雑誌のグラビアに載ったこともある。私の得意の絶頂の頃だ。 石黒の妻の久子が私に対してどれほど激しい悪を抱いているかを漏れ聞けば聞くほど私の勝利感は強いものになった。八年の間には子供を二度ほど下ろしたが見えっぱりの私は他人に一言も告げはしなかった。いつの間にか私は 都会の先端に生きる女の図を自分でスケッチし、それを演じようとしていたのだ。そして、破局は思わぬところからやってきた。22歳になる私のアシスタント。富山から上京してきたばかりの彼女は、鉛と同じようにニキビの跡もあちこちに残していた。 私は彼女を可愛がり、同時に舐め切っていた。女中のように小き使う時もあったし、家の奥深いところにも入れた。領事と三人の食事、領事と三人の映画、考えてみると、私は好きだらけであったろう。酔いつぶれた彼の面倒を見させたことも何度もある。気がつくと、 彼女は、領事の女となり、結婚したいと告白したのだ。私は大声で笑った。それはいい考えだけど、その男は、もう人のものよ。私も八年かかったけどダメだった。一生愛人のままで、子供も産めないのよ。それでもいいのところが、 この話を聞いた久子は手を打って喜んだというのだ。あの女以外だったら私は誰でもいい。私はこの日を待っていたの。席は明日にも抜くわ。ねえ、すぐその若い女と一緒になって。そして私のアシスタントと領事の結婚式はすぐ取り行われた。 そして領事は一年も経たないうちに、女の子の父親となった。私たちの業界は、こういう話が大好きである。誰も同情したりはしない。ただ、捨てられた女を笑うだけだ。最初は男を奪った若い女を憎み、次に男を憎んだ。そしてすぐに、 その二人を足して一千倍したほどの憎しみを男の妻に持った。久子は全く自分の手を汚すことなく、見事に私への復讐を遂げたのだから。まあ、それはなんてひどい話でちょ。 稽古がつぶやいた。クリネにゆっくりと優しく話しかける。人って外見によらないもんでしゅね。あんなおとなしそうな奥さんがね。だけど、よりによってこんな近くに引っ越してくるなんてね。運命なのでしょうか。いずれ、 私の秘密も嘆きも稽古の胸に抱きとめられ、ガラスケースに入れられる。そして、彼女のコレクションの一つとなるのだ。 選び抜かれたとっておきの名作朗読文芸集文芸、ホラースリラー、ー、スススリササイコサスペンス人生に潜むミステリアスな空間の数々おすすめはこちらよろしかったらチャンネル登録ボタンを押してください。